結構言ってはいなかったが、足には結構自信がある。いや、まあいいんだけどさ。それじゃあ行くわよ。よーい、スタート。見つからないな。うるさい、もうこうなったらカットまでやる。ねえマルマロ、ちょこっと負けてあげたら。いやマルよ、なんでよ。甘やかしたら突き上がるマル。叩ける時にはきっちり叩く、これが子供のしつけの基本マルよ。大人げない。マルマロ勝負だ。この一手で全てが決まるマロ。びくん。72戦目でようやく初勝利か。よくもな。やったやったやった。お前なかなか根性あるマロな。モンスサバの当選ゲルダ。ブーケ、これは一体サーベルダイガー。どういういきさつかは分かりませんが、マルマロまた会えたようですね。マルマロもきっと喜んでくれると思うよ。他に選択肢はありません。私は迷うことなく花月会衆を推薦します。何か異論はあるか。
いいえ、私の見た人間たちにその資質はありませんでした。他に意見のある者では、全会一致ということでよろしいか。決定ですね。我ら上位生命体はハゲツカ異臭を下界の代表として選出する。不確定要素については放っておけ。共に行動させることにより変わることがあるかもしれない。しかしよろしいんで。数少ない可能性を無理に取り上げる必要はない。選択肢は大いに越したことはないのだからな。行くがいい。彼らに試練を。はの情報を求めてシュウたちはコリンの町を目指す。最近シュウタの時間がない。なんとかしないと。ブーケは押しすぎなんだ。引くことも大事だぞ。そっか、行ってくる。えシュウなんか好きじゃないんだからね。誰がツンデレになれと言った。ブルードラゴン天界の七竜欲望の鱗。この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。